にじんだ帯より、秋晴れの中嬉しいお知らせです。虹色三丁目の図書館、2015年の秋に向けてリニューアル工事に入ります。本を愛する人たちの声かけで、どこにもなかったような図書館として生まれ変わります。我こそはと思う方、秋中の皆様、サポートお願いいたします。何かお困りなことはありませんか？お手伝いできることがあるかもしれません。何か心配なこと、不安なことはありますか？あなたの気持ちはみんなの気持ちです。話をするだけで元気になることもありますよ。おいしい紅茶を飲みながらお話しましょう。小さなニュースでも大歓迎です。回覧板虹色日和、編集長エディ・ローズ。